ジャンマリー・ローラン、ラ・プラティエール・シシジャンマリー・ローランは、フランス革命期の政治家、経済学者。ジロンド派の指導者である、マノン・ローランの夫で、妻に強く影響されていた。1792年に、ルイ16世の政府で、内務大臣となる。1793年に失脚すると逃亡するが、妻の処刑を聞いて自殺した。 1776年に20歳年下のマリージャンヌ・フィリポンに出会う。ロランは当時尊敬される経済学者であり、シャルル・ジョセフ・パンクルクの大百科事典の貢献者であった。二人は1780年2月4日に結婚し、翌年に娘のマリエが生まれた。妻のおかげで1792年3月にジロンド派に入り、 内務大臣に就任する。彼のブルジョワジー的な見た目は、宮殿の定理を驚かせた。辞任後、ジロンド派は攻撃され、ロランは、パリを逃げて隠れた。逃亡中に死刑を宣告された。ロラン夫人は、パリに残ったため1793年6月に、逮捕され、11月8日に処刑された。妻の処刑を聞いたロランは、ルアンの潜伏先から徘徊し、 恐怖政治に対する恐怖を、妻が殺害されたことを知った瞬間から、私は敵に染まった世界には残らないと表現した。ロランは1793年11月10日の夜にその髪を胸につけ、木に持たれて、上等で心臓を刺して自殺した。ディクト、アカデミシャンズ・デリオン、P1149、イルシーニュ・アインシエル・インポサンテ・ソンム・インティシャリー、マニュファクチャーズ、 アーツイメといえ、トロアジエムトームデルセクンドパルティーデール、アンシクロピディー、ウーブルアージュデ、プラスで1000ページーズパブル EN1790、リライエヌリニュローランド。デラプラティア、オーギュストジャル、ディクショナルクリティックデビオグラフィーディーストワール、P1077 から1081、AD ソンム。 レジストラパローシャルデストリートミヒエルディアミアン1780の1782ゴークトーブル1781ジーンマリエロランデラプラティアウーブルボリューム2ビドー、1800 p82 クロードペルノートクリティックシュールレデツデールエグザキュシャンデンメロラインジュスサイドデロランダレボリュシオンフランセーズレビューディイストアールモダニコンテンポランヌパリ ソシエテデリストワールデラレボリューションフランセーズ T221895 ピアニッシモ15から26シアーンレイノルズマリッジレボリューションムッシュマダムロランオックスフォードユニバーシティプレス2012ピアニッシモ287から288ありがとうございます